こんにちは、ココです。今日はベランダの多肉を見ていきます。梅雨明けからサーキュレーターを回し始めました。少し大きなものは物干し竿に吊り下げました。置き場所問題が解決する日は永遠に来そうもありません。成長点のなくなったシュリエットは中からまた成長が始まりました。でもこれは全く動きがありません。真ん中のマカロニ状の葉っぱを取った方がいいのかな。イサトラは秋に植え替えして大きくしたいです。シムランス×セイヤ、高温に弱いようなので置き場に注意です。どの鉢も水切れで土はカラカラです。葉っぱもペナペナです。ポットをぎゅうぎゅうに置いていましたが、今は隙間を空けておくようにしています。風通しを良くしてポットが熱くなりすぎないようにするためです。一つ一つをよく見て置き場を変えるようにしています。ちょっとした場所の違いで環境がかなり変わるようです。品種によって暑さに強いものもありますので、そういうのを見極めるようにしています。桃太郎は去年かなり樹齢させてしまい小さくしてしまいました。今年は去年よりマシです。この置き場は風通しがかなりいいからだと思います。キャラリアンです。ファンファーレ、成長点付近が黄色くなっています。高温障害だと思いますが、このままにしていても大丈夫です。去年もこうなりましたが、秋にはきれいに元通り緑になりました。でも少し涼しい場所に置いた方がいいですね。かなり水切れしているので、今晩お水やりをしようと思います。ピンクローサもしぼんでいますね。アドリア、アンソニー、下葉が枯れて小さくなりました。この置き場は今までは良かったのですが、日光が長時間当たるようになったのでここに置くのはやめました。ちょっと気づくのが遅れてしまい葉っぱがずれています。これはひどい、シワシワです。これもシワシワです。このファンファーレも黄色くなっています。アゴラ、枯れ葉が出ていますが、じれた葉っぱは出なくなりました。揺れるのは梅雨時期ですね。梅雨に扇風機を回した方がいいのかもしれません。カリビアンブルー、水切れで葉っぱが尖って違うエケベリアみたいです。雨の中扇風機を回すのはちょっと無理かな。屋根はありますが雨が降り込んで扇風機が濡れるかもしれません。梅雨の対策は難しいですね。今年は雨が少なかったのでマシだった方かもしれません。リラシナは綺麗です。
マジックジャムゴールド。本体はずれていますが、小株が頑張っています。このままいけばなんとか秋には持ち直せます。ここにも釣っています。結束バンドと100均カゴで置き場を増やしました。日当たり良しで雨も当たりますが、条件な豚肉を置いています。夕方から夜にかけて全部の多肉を底面給水でお水やりしました。結構時間がかかります。しんどー。4日後です。どれもお水を吸ってふっくらしています。底面給水でハイコネックスも少し入れました。4日前、最近はお水をたっぷりあげてもすぐ乾燥して土がカラカラになるような気がします。お水をあげた後状態もいいようなので、様子を見て1週間に1度くらいは底面給水でお水をあげようかなと思います。栄養も少し混ぜようと思います。ハイポネックス、リキダスの活力剤、微粉ハイポネックスなどを交代で使っています。このベランダは屋根があり、日差しが強すぎることはないので焦げることはありません。でも高温になるのでずれてしまうのですね。この吊るした4つの鉢は忘れていて朝まで底面給水させてしまいました。大丈夫なようです。わかりにくいかもしれませんが、多肉たちが生き生きしています。夏にお水を切るっていうのはちょっと考えられないですね。お家の条件にもよるのでしょうが、屋根をつけたり遮光したりして暑さ対策すればお水をあげても大丈夫です。今の季節は明るい日陰が一番いいようですね。この奥は日当たりが悪いですが、多肉の状態は悪くないです。少し徒長している緑ボタン、秋にカットして仕立て直しです。秋が待ち遠しいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ここ多肉。